バルケンディートは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州南部のゲッティンゲン郡に属す町村である。この町は、南ハルツ地方辺縁部に位置する町村である。バルケンディートは、ビーダ川沿いに位置している。東西ドイツ最統一までバルケンディートは、その南側と東側が直接東西ドイツ国境に面していた。バルケンディートは、州指定のルフトクアオルトに指定されている。 バルケンディートは以下の地区から構成されている。カッコ内は2015年12月31日、現在の人口である。バルケンディートは1085年に初めて文献に記録されている。歴史の中心となったのは1127年に首都会によって設立されたバルケンディート修道院であった。もともと森に覆われていたバルケンディート承地は、 12世紀からこの修道院の修道士らによって肥沃な工作地を持つ実り豊かな池辺の土地に開墾されていった。修道士によって365の池が設けられ、一つの池につき一年に一日ずつ魚を取ることが許された。現在、そのうち50の池が確認できる。その全ての池がプリオール大避ザクセンシュタイン自然保護区にある。いくつかの池は現在、 地元のスポーツフィッシングクラブによって管理されている。バルケンリートの狩りの館1725年から1730年に取り壊された修道院の石材を使って修道院の敷地の南側にヘルマン・コルプによるブラウン・シュバイク港アウグスト・ビルヘルムのための狩りの館が建設された。上館庭園の南と西を囲んでいた頑丈な壁は上館が建設される以前に 馬の放牧場がここにあった時代に作られたものである。現存しているバルケンリートの狩りの館は、私有物であり、ホテルペンションとして利用されている。この町は、第二次世界大戦後に、イギリス占領地区とソ連占領地区との間の最も重要な、越境鉄道路線である南ハルツ線が通っており、エルリヒとバルケンリートとの間にその境界があった、ことで、 全国的に知られている。2016年11月1日に、ザムトゲマインでバルケンリートの構成自治体であった、ソルゲ、ビーダ、バルケンリートは、単独自治体のバルケンリートとして合併し、ザムトゲマインでバルケンリートは廃止された。これと同日のオステロデアムハルツ軍と、ゲッティンゲン軍との合併により、この町は、ゲッティンゲン軍に属すことになった。カトリックの 聖十字架協会人口の過半数、約56%が福音主義ルター派、10%がカトリック信者で、約34%がこれら領宗派以外の宗教、信仰者である。バルケンリーと福音主義ルター派協会組織は、バート・ハルツブルク監督教区に属す。旧市東海修道院の集会ホールは1570年から、福音主義の礼拝に利用されている。カトリックの 聖十字架教会は1960年に建設された。1945年以後、バルケンリートにカトリックの教会組織が形成されたが、教会が建設されるまでは、旧修道院の集会ホールで礼拝が行われていた。現在聖十字架教会は、バート・ラウターベルクの聖弁の教区教会の司教会となっている。二千十六年九月十一日の超議会選挙以後、 この町の議会は14議席で構成されている。バルケンリートの町議会のほかに、同名のバルケンリート地区の課題を扱う、バルケンリート地区議会がある。この地区議会は2016年9月11日以後、議席で構成されている。2015年11月以降、アンドレアス・フィリベーガーが、バルケンリートの名誉職の町長となっている。 ザムトゲマインデから単独自治体への移行に伴って2016年9月11日に1000人の町長を選出する必要が生じた。この選挙では唯一の立候補者であったディーター・ハーバーラントが69.16%の新任票を得て当選した。バルケンリート修道院、ありがとうございます。